はい、皆さんこんにちは、私の資産価値レポートの恋は嫌いっていうタイトルがございまして、これをこの8月に最新情報化いたしました。で、少しお話をさせてください。あのね、この恋は嫌いっていうんですけど、今のところ嫌いの物件がないんですね。恋はが3つ、新恋はが1つというところでございまして、この3ヶ月間動きなしという感じですね。小岩もですね、新小岩も江戸川区の中の北側にあるんですけども、もう葛飾区とのこう境あたりのところなんですが、町としてはやっぱり古いんですね。総武線沿線だけあって、なんでそのどう言いましょうね、マンションがいっぱいあって、マンションの住民が主流かというとそうではなくって、これジボティ主流の町なんですよ。だから江戸川区でも南側の方、葛西、西葛西になるとこうマンションが主流の町になって、こうジモティが少数派ということになってるんですけども、小岩、新小岩あたりは非常にまだまだジモティ的な町でございます。しかも早くに鉄道が通ったもんですから、小岩駅なんかは非常にこの駅前の飲食店街がね、なかなか充実してるところがあったりもします。で、今まあプレシス小岩駅前とかですね、ウィルローズ小岩とかできてますけども、まあ今ちょっと高いんですよ。だからこの辺は積極的に値引き交渉をなさるべきだと思いますね。で、あとプレミスと新小岩、新水公園なんていうのももう建物ができそうな感じなんですけども、まあ、これもですね、プレシスですからですね、営業力は今一つっていうところがございまして、まあ、積極的な、値引き交渉をお勧めするのがこの小岩、今の小岩4物件かと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。